カルでこうやってやってもなんかそうだ。明日の朝俺12時から弾けたんじゃないからさ、1時くらいからさ、でその後にね、弾けないですよ。あの14時50分くらいの飛行機でね、このね東京に行かなきゃいけないです、でその後にね、あのなんかお客さんと飲んだ後に明日の明後日の朝お仕事をしてで、あのまあイベントをやって、で夜9時半の飛行機で帰ってきて、11時5分くらいの
に作らなかったじゃん。で札幌駅からチャリンコに入ってこよう。なんかいや働いてることを自慢したんじゃないんですよ。なんかライブなんかさ2つにくっつけたらさそんなことになるよね。欲張りなことをするとこういう風になるんだけれど、そういうのもいいよねっていう感じの。この神経は
ように気を使ってこれ。金かけようぜ。全部なんかのせいにしているお前のせいじゃねえのか全部。
笑ってる。ありがとうございます。じゃあ歌おうじゃないですか。中継総合で歌った時に、僕あれなんですよ、あの緑の彼のことをいつも見てるんですよ。ね、彼が逃げていくんだか走っていくんだかがよくわからなくて、うん、なんかもしかしたら逃げていってる日もあるかもしれないし、なんかもう今じゃなきゃダメなんだよって走ってるような感じも見えるし、なんか、緑の彼にね、なんか俺いやこれね、あれ多分何言ってたこの人みたいになってるけど、でもいいのよいいのよ、なんか俺なんか今日もうずっとなんか彼のことばっかり考えてるもん。いや走っていく、マラブくんなあれマラブくん、わかんないけど、なんかやっぱ人の印象って違うよねと思って、なんかあの人が逃げるように見える人もいるだろうみたいな、この人がもう自分なんか置いて置き去りにしてなんかどっかに行ってしまう人のように見える人もいるだろうみたいな感じのなんか気持ちになってきて、なんかいやそれがなんか扉というか入り口があってそこに向かっていくってなんかいいマークだなって、なんかもうタモさんだから全然勝ちないもんなんだよ、あそこのタモさんにはもう勝ちがない、マラブくんだよ、マラブくんニュースみたいな、これラジオ感ね、ちょっと聞こえないけど、聞こえないよ、全く聞こえない、いやそんな君に、そんな君にはこんな青い人のそんな子にはこうやってやったら謎が来るでしょ、ありがとうございます、怖い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 、あー怖い返すよ、あ、な帰ってないの今、長屋のボーカルばっかりボーカルばっかり、ボーカル下げる、ギターあげますか、はい、あげるよねボーカルちょっとだけ下げてください、それと俺が聞こえなくなるんだよ、もうお腹いっぱいな俺が聞こえなくなるんだよ、そうやってブツブツ言い出したね急にね、さっきも言ってたブツブツってなんかね、これね多分ねなんかね記事が配線だと思うよ、なんかのノイズ拾ってる、
ないように殺してしまおう。呼吸音を膝を抱え頭部を垂らし丸くなってそこで脱ぎ捨てよう。全てを焼けた空に重ね合わせ横になってじっとしてみよう。夢を
したり忘れたり食べきない、ふざけた ですよ、ずっとあのライブハウスに頼りながらでっかい音を出してくれみたいなことをやってたんですけど、あのちょっと人のなんか逆に自分じゃなくて人のダイナミズム音楽を聞いてるときに、なんか何でもかんでもダイナミズムになってて、なんかこの人の良さが消えているのではないかみたいなことを感じたことがつい最近ありました。もしかしたらなんか俺はその電気に頼りすぎてるんだ。電気は頼らなきゃいけないよ、俺はアンプの子だから。だけどなんかあんまりにその音量ではないんだよなって、もしかしたらこの人生で叩いてるじゃないですか。この生に合わせた音量っていうものもあるよねって思いながら、
でかいんですよ、音が。当たらずも電気に照らなければいけないんですよ。だからなんか、あ、そうなんだよなって思った時に、やっぱり神様っていうのはやっぱりいるんですよ。君の隣にも。そういう、いるのよ、実は。あの お酒の中にもいっぱいいるし、ね、なんか、あの、なんかそんなことを考えてたら、こういうか、あの、別に、あ、一六一十五ディスじゃないよ、これ。なんか、あ、ラジオみたいに行ってるな、でも。今、スピーカー探してる。なんか、いいよね。何やって永井さん、はい、イベンターとしての一言ないですか。イベンターとしての一言特にはないんですけど、イベンターじゃ、これイベントのようにミュージアムじゃないですか。違うんですよ。あら、一六一倉庫にお酒、あの、お酒を頼んで一六一倉庫にお金を落とすっていう企画ですから。よっ、あの、平日の夜に、週末はバカにしちゃいけませんよ、一六一倉庫だって。ちゃんとブッキング、あの、ブッキングは入ってないけれど、あの、イベントは入ってるんですから。大丈夫なんですけどそうじゃなく、平日の夜になんか、ケイシー君だって今一生懸命、あの、バグ探しとかやって一生懸命働いてるわけですよ。とはいえ、なんか、なかなかお金もないわけじゃないですか。そのくせ、なんか一緒に飲みに行ったらお伝えくれたりとかするんですよ。それはせめてこういうことを、なんか何かをやったことによって、お店にお金が入って、もうほとんどはモリモが持っていきますけれど、数人の涙程度でもケイシー君に入ってくれたら、それはそれでいいんじゃないかっていう気持ちで、やってるの何やる。いいよ。Looking back
ないくらいパニストのみんな見てない方がいい。別にへこんでいるわけではなく、何を頼んでもやったらと思った。ずっと6年昔の暮らしを聞いて眺めても無理がこれのわかっているっていうか、そんな言葉は言わないや。あははは、あっちが楽しそうなの明るさはいつも通りで変わらないさ。違うのは僕の内側がカラーリとした吹き抜けの色で、また僕は肩を失ったのさ。ため息はせめて内側をこだまった。優しくなることだけでなくなって、最高だった。このまま僕は呼吸を止めたまま震える肩の力、手の手が遅れた。薄暗い手が見た目に勝てろ、サボケロ。体の光が正しいと思う青い色に動いてしまわないように。